夏ってもうすごい暑いじゃないですか暑いし嫌でしょ夏。もうそれ言うだけでウケるよね言い過ぎて。いやいや夏の夜も暑いでしょ。夜暑い、寝苦しいでしょ。夜の暑さがまた夜めちゃくちゃ寝苦しいんだよ。もう全然疲れなんか取れないからね。でも暑すぎてエアコンつけるでしょ、うん、人は漏れなく喉が痛いじゃないですか、うん、喉が痛くなったら僕らとしてはもう商売上がったりというか、うん、そこだけは最低限ケアしていかなきゃいけないとなるでしょ、うん、あとやっぱエアコンの涼しさってなんかほんまに不快だよな。まあそうそう気持ちいい時もあるんじゃけど、うん、とはいえもう部屋がもう蒸し暑くなっててつけざるを得ない、うん、危ないしね。そうもう今はエアコン昔の一昔前というかもう僕ら子供の時とかなんて、うん、エアコンなんてつけんなって親に怒られて。そうやな、あのもうよほどじゃないとエアコンなんてつけなかったじゃないですか。つけなかった、風通しも良かったしね。そうそう、ほぼほぼつけなかったんで結局いつ使うんだって子供ながらに思うぐらいつけなかったでしょ、うん、ピカピカのエアコンがずっとありましたもんね。ずっと残ってる感じでしたけど、うん、今はもうつけなきゃ本当に危ないでしょ。そうそうそう、だからつけなきゃいけないけど、うん、つけて寝たらもう絶対喉痛いし、うん、でかといってタイマーで1時間ぐらいして切れたら普通に起きますからね。切れた起きるね、ちゃんとちゃんと起きるで意味ないね。結局つけての繰り返しでしょ、うん、きついよな、暑いよな。いやでも喉とかもすげえ乾いて、うん、でなんか冷蔵庫とかに飲み物飲みに行ったりするじゃないですか、うん、そしたらトイレ行きたくなってトイレ行ってとかのなんか繰り返し、うん、もうまともに寝れない、全然寝れなくなるし、うん、でもすぐ喉乾くからってもう置いとこうって置いとくとすぐ熱くなって飲めなくもなるし、ぬるいし、ぬるくてもうお腹痛くなるような状態になってるでしょ、うん、もう大変すぎるよなやっぱ。いやほんまどうなるんだろうな、地球やべえんじゃねえか温暖化な。まあね、本当に気をつけなきゃいけないとこではあるし、やっぱ夜も暑いし寝れないですよね、うん、でなんだか知らないけど暑すぎてもう、まあ、パンツ1枚とかで布団もかけずに寝るじゃないですか、うん、暑すぎて、うん、あそれでも暑いんだよ、暑いってなってるのにお腹下す時あるから、どうなってんだよっていう、暑かったよっていう、うん、あんな暑かったのにっていうねお腹だけはちゃんと冷えるみたいな。そうそう、あるんだよな、ぐっちゃぐちゃうんこはっきり言うな来たんだよなはっきりと言うな。で、あの神様許してください状態だ、お腹痛くなってね、うん、いやだからおかしいんだよね、うまくいかないんだよ結局どうやっても。腹だけはじゃあかけとかにはいけんだろ。そうそう、腹だけかけとかなきゃいけないし、そしたらもう暑いってなるし、エアコンつけてたら喉痛くなるし、タイマーしたら目は覚めるし、何やってももう八方塞がりじゃん。八方塞がりかといって寝ないともう夏だから余計夏バテみたいになっちゃうしね、ま、一番睡眠が逆に大事ですからね夏なんて、うん、しっかり寝とかないと外歩いてたら倒れちゃいますから。倒れると危ないよ、大変だよな。なんかないんかな A の。いやまあしょうがないんでしょうけどね、今だからだんだんできてるでしょ、その冷たいシーツとかそういうちょっとね、ああいうのをうまく駆使していくしかないいいんじゃないですか。冷たいシーツええんかな、わかんない、いいんじゃない、ね、あるよな。それはだってわかんない、そヒートテックとかだって結局それで大ブレイクしてるわけですから、うそういうのがもうだんだん常識になる日が来るかもしれないですよ。買おうかな、ニトリのやつ買ってみようかな。それでどんぐらい、それで寝やすくなってこう快眠でこう調子が良くなるならね、うん、これ多分、うん、皆さんもそういう人もいるでしょうし、ね、まあ、ちょっとコメント書いてほしいですね、使ってる人は。あ、そうですね、もしいたらどんなもんか、うん、いやもうね、やっぱ暑い、日中暑いっていうのも嫌だけど、やっぱ寝るとき暑いっていうのは一番嫌ですからね、うん、すげえ汗かくし、そうそうそう、べちゃべちゃ、もうどうしようもないね。お風呂入って寝たとしてももう汗だくになるじゃないですか。朝はもう汗だく、結局もうシャワー浴びるしかないくらい汗だくになるでしょ、うん、ね、なんならシャワー浴びて出た瞬間暑くて汗だくになりますから、ね、なるなる、もうもうシャワーのあれなのか朝なのか分かんない時、うん、あるよ、ありますからね。あの時、まあ、まだもうちょっとサラサラめの汗じゃけんまだええけどな。そうそうそう、でもあれ汗だろ、汗汗汗じゃ絶対汗出てシャワーから出て髪とか拭くじゃないですか、うん、その間次でこの辺もう汗だろ、汗だ、あれ絶対汗だよ。それをなんかバスタオルで拭いてると思って、それもなんか嫌なんだよな、うん、分かる、気持ち悪い感じになるっていうね、うん、で暑すぎてもう部屋のエアコンつけてそのドアを開けてこう髪を拭く、体を拭くような感じになってきて、うん、もうなんかわけわかんない生活になってくるしね、うん、結局電気代はかかるし、うん、よく本当にエアコンつけずに生活してたな15年とか前とかまで、ねね、まあだから地球環境が良かったから。いやいや、まあ単純に我慢もしてたら分かんないけど、まあ確かにって思うな、おかしいはおかしいな、うん、まああとその地元は田舎じゃけんな、やっぱりカラッとしとったこれでも、まああと窓とか開けてても何にも別に音とか何にも気にならないっていうね、うん、風通しもええしなとかあったのかもしんないけど、あとまあ単純に気温上がってきてますからね、本当に
これは皆さんも気をつけてもらうしかない。背に腹は変えられない状態でエアコンつけるしかないですからね。そうですよ、本当危ないですからね。いやもう喉も痛くなるし、でそんな僕らとか、僕とか住んでるまあ一人暮らしの人の部屋なんてもう直なんで、エアコンなんて絶対に、うん、どうしようもないよな、そうなったら。かといって家に帰った時の暑さったらないしな、もう何があったんだよぐらい暑いよ、ね、おかしいだろ、うん、家どうしてたの僕がいない間っていう、その誰かストーブつけとったっけ暑いよな、留守中ストーブつけたかっていうぐらい暑いよな、暑い暑い、あんなことなる。車とかもそうですけど、まあ、車なんかも信じられないぐらい暑いし、やばいよな、うん、暑いよあれ、本当気をつけないとね、いかないですから、うん、まあお腹とかケアしつつとかいろいろ考えて策を練るしかないんでしょうね。どっかしらに不調をきたすことばっかりですけどね、こればっかりはしょうがないですからね。電気代も跳ね上がるんだよな、電気代がもう大となったね。まあかといってやっぱエアコンなしじゃ過ごせないですからね、やっぱ寝るのも大切ですから、皆さんちょっと知恵があったら書いてほしいですね、うん、こうするといいですよみたいなのがあるからね、うん、なんか教えてほしい、なんか喉がその乾燥してカサカサみたいになっちゃうと喉痛くなっちゃうみたいなのあるからね、うん、そこもケアしなきゃいけないし、マスクして寝れないしね余計に、そうそう、そういうのもありますからね、うん、暑いしな、とにかく暑いし、まず第一に暑いというのがありますからね、うん、なんかちょっとまあそう、その矛盾腹立つよな、暑いのにアイスとか食べたらお腹を痛くなるっていう、その、うん、お腹弱すぎだろ平均的にお腹のレベル、うん、もうちょっとお腹だけ異様に弱えな弱点なんだよね人間の、そりゃまあそうでしょうけど、うん、確かに弱い、夏の一晩置いてたらもう飲み物とか飲んだだけでもうダメだったりするでしょ、なるなる、弱すぎるだろお腹が、なこの外的要因からも弱いし、その寒すぎたらお腹下したりとか、うん、アイスとか食べても下したりとか、頑張ってくれよお腹、胃腸がもうちょっとなあ弱すぎる、そのせめて冬、あ夏時期は頑張ってくれ、暑いんだからしょうがないんだから、うん、もう腹立つわ。あとすげえ日焼けもしてたし、なんかよく見たら僕いや日焼けするんかいってやっぱちょっと思ったんですよ、なんかこんなにもう焼け切ったと思ってたのに、結構そのやっぱあーほんまじゃ日焼けしてんすよね普通に、この辺とかそんなに別に外を出歩いたりもしてないのに、なんかおかしいんだよな、やだよこの辺とか多分黒くなってると思いますからね、うん、ここ焼けるんだよな意外とな、ここが焼ける、うん、もうで顔とかもね焼けて、うん、唇とかも荒れたりするんで、もうなんとか乗り切るしかないですからね、頑張ろう、しばらく暑いと思いますけど、なんかいい知恵があったら書いてください、寝やすい知恵みたいなのがね、うん、とかなんか部屋をこう涼しく保つみんなの方法があればね、うん、なんか前あったよな、あの暑い車を一瞬で涼しくなる方法みたいな、伊藤家の食卓で あったあったけど、何回か開け閉めするんだろう、そうそうそう、なんかちゃんとは覚えてないような、うん、なんか何回か開け閉めするんだよ、反対側対角線上開けてなみたいな感じでしたよね、こっちをバーッて開けたら全部空気入れ替わる、まあ家ではそれできないですからね、できないですか、ちょっとまあ皆さん、ね、寝るとこだけとにかく教えてほしい、もう寝づらいんで、うん、寝れないの、寝れないのはきついんで、なんかいい、あとひんやりするシーツとかの使い心地、うん、そうですね、レビューレビューみたいなの書いてほしいですね、教えてほしい、うん、我々はその本当にこっち慎重に買わないと、みんな以上に、そうそう、死活問題、死活問題なのに買ってね、タイマイはたいて買った末に全然うわあちいじゃねえかよってなったらって簡単にならない、まず絶望からスタートしますそのしくった時の絶望確かにね、結構なまあ4桁以上のもの買ってしくったらとんでもない絶望になりますからね、いや絶望絶望ほんまうわーっていうにならないよ、ラーメン失敗した時も絶望だ、あーラーメン失敗したら絶望ですね、うん、そのラーメンでこのご時世このクオリティ出せるっていうようなのになった絶望ですからね、うん、関係結局金の話じゃねえかまあちょっと教えてくださいね、はい、いい過ごし方を。平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランド井口の愚痴ラジー。